はい、どうも皆さんこんにちは、石山です。今回は、今季日本人選手の中でトップレベルの活躍を見せてくれている、京都ハンナリズの松井慶十郎選手について語っていきたいと思います。松井選手は188センチのシューティングガードで、現在京都ハンナリズで活躍しています。彼は高校生の時に単身でアメリカに留学し、コロンビア大学に進学。そこで日本人男子初となる。 NCAA ディビジョンワン1でのプレーを果たします。ちなみに、他に NCAA ディビジョンワン1でプレーした選手といえば、滋賀レイクスターズのポイントガードである伊藤大志選手。彼は高校時代、あの NBA の MVP 選手でもある、ケビン・ドゥラント選手と同じチームにいたことで有名です。他にも、今まさに NBA に挑戦中の渡辺優太選手や、八村瑠衣選手も、もちろん NCAA ディビジョンワン1でプレーしました。そして松井選手は大学卒業後帰国し、 現在のレバンガ北海道であるレラカムイ北海道と契約します。2010年には日立サンロッカーズと契約し、その年日本代表にも選出されました。2011年にはトヨタ自動車に移籍し、コンスタントにスリーポイント確率が40%を超える活躍でした。そして2017年にはシーフォース三河に移籍しますが、そこでプレイタイムが減少してしまいます。確かにこの頃の三河は橋本選手や金丸選手、比江島選手などバカみたいに層が厚かったので、 プレイタイムが削られるというよりも、松井選手自体がロールプレイヤーとしての活躍を期待されての入団だったと思われるのですが、昨シーズン、岡田優太選手、熊谷幸選手の台頭により、プレイタイムが減少。そして、新たなプレイ先を探すタイミングで、京都のヘッドコーチである。 浜口ヘッドのラブコールにより今シーズン京都に入団しました。そして現在素晴らしい活躍を見せてくれています。平均得点は富樫選手、金丸選手に次ぐ日本人第3位の12.5点。スリーポイント確率は驚異の45.1%で1試合あたり1.5本以上決めている選手の中では 2位の記録です。昨年の平均得点が2.8点、3ポイント確率が32.2%であることを考えると、松井選手の調子がどれほどいいかがわかると思います。彼は34歳なのですが、プレイタイムが平均30分超えと、今季日本人選手では2人しかいない記録なので、彼がどれほどチームに信頼されているかもわかると思います。彼のすごい点は自分の仕事を理解していて、 毎試合その仕事をほとんど確実に遂行することです。30分ものプレイタイムを持ちながら、1試合あたりのターンオーバーが1つ以下で、かつフィールドゴールアテンプトの半分以上が3ポイントシュートなんです。これはどういうことかというと、徹底的にシューターとしての役割を遂行しているということです。もちろん彼がドライブよりも3ポイントシュートの方が得意であるのは明らかですが、自分の仕事をここまで徹底できていなければ、得意でないドライブなどのプレイから、 ターンオーバーが増えてしまうはずなので、スタッツだけでも彼のチームへの献身さがわかります。そして、彼の一番の長所である、クイックリリースも、その要因の一つと考えられます。 しかし、この徹底ぶりは難しいもので、弱点になる可能性があります。それは、連敗中のハンナリーズにも言えたことなのですが、チーム内のドライブでオフェンスを展開してくれる選手が減ってしまうことです。ちなみに、僕はハンナリーズはこの問題を、寺島亮選手の加入や、中村選手の奮起によって改善されたと思っているので、松井選手はスリーポイントシュートを徹底して狙うスタイルでそのまま行っても大丈夫だと思います。松井選手は、オールスターのスリーポイントコンテストにも出場するので、 フルスである三河の金丸選手との対決はかなり注目です。今回はこれで以上となります。ハンナリーズは噛み合ってきたので、また勝率を5割に戻して、そのままの勢いでプレイオフ圏内まで行ってほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画に少しでも知らなかったことや、参考になった方は、ぜひチャンネル登録お願いします。 高評価をいただけるとめっちゃモチベーションになるのでぜひお願いします。ご意見がありましたらぜひコメントにお願いします。バスケ好き、B リーグ好きが集まれるようなバス作りを目指してこれからも頑張ります。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。